営テレフォンです。午後3時55分現在の高速道路情報をお知らせします。この時間、長野道上り線に冬用タイヤ規制と50キロ規制、下り線に冬用タイヤ規制と50キロ規制の情報があります。はじめに中央道上り線の情報です。この時間、八王子インターから高井戸インターまで25分ほどかかります。続いて、下り線の情報です。この時間、高井戸インターから八王子インターまで30分ほどかかります。続いて、長野道上り線の情報です。上越高田インターから中郷インターまでの区間で雪により、冬用タイヤなどによる滑り止めが必要です。また、上越高田インターから中郷インターまでの区間で雪により最高速度が50キロに制限されています。続いて、下り線の情報です。中郷インターから上越高田インターまでの区間で雪により冬用タイヤなどによる滑り止めが必要です。また、中郷インターから上越高田インターまでの区間で雪により最高速度が50キロに制限されています。なお、順調な路線は、中央道の上下線、圏央道の両方向、首都高4号線の上下線、中央道富士吉田線の上下線、及び中部横断道の両方向です。さて、1月23日から25日にかけて、関東甲信地方を中心に、広い範囲で大雪が予想されており、通行止めの可能性があります。不要不急のお出かけはお控えください。やむを得ず高速道路をご利用する際は、冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行をお願いします。なお、関越道、上信越道の詳細情報は、ハイウェイテレフォン所沢、電話番号 04-2946-1620 で案内しています。以上、ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。